はい、今回はですね、誰やねん、興味ないねんってやつかな。申し訳ないけど。藤本淳吾は誰ですかっていう話だね。ただね、誰ですかっていう話なんですけど、これ日本代表にユニフォーム着てるんですね。日本代表やったんですね、元。ちょっとそれは驚きですね。これまあ年齢的、バージョンから言うと多分ザッケローニジャパンの時ですね。まあ、記憶ないですね、この人のその、プレイヤーとしての記憶は。まあ、ポジションも多分、シークレットでしょ。ミッドフィルダー、173センチ。もう、アラフォーか。今は多分ね、相模原かな。相模原かどっかでプレイしてると思うんですよね。バリバリでプレイしてるかどうかちょっと覚えてないですね。覚えてないというかもう、さすがに、J3 まではね、そこまで試合見てないんでね。あれなんですけど。まあ、ただね、サイドなんかではなかったよ。確かゲームメーカーかな。やっぱりこう、トップしたというか、いう感じやったと思うんですけどね。ドリブラーではないよな。ゲームメーカーやったの気がします。確か。所属チームはどこにいたんかな。エスパルスにもともといたんじゃないかな。違ったかな。で、ガンバーにもいたような気がするんですよね。で、清水ガンバー、ね、そこを渡り歩いて、あとどこ行ってマリノスから見たんかな。とかないので今は相模原ですよね、確かね。結構点々としてる感じですわ。まあでもこの人もね、多分代表1回か2回呼ばれて、あとはもう消えていくみたいな、そういうタイプの選手だったような気がします。そんなザッケローニジャパンの時に代表に定着してたとかね、そんなこと多分なかったと思うんで。まあいかんせん特徴がないというかね、特別なんかフリーキックがあるとかスピードがあるとかね、フィジカルがあるとかっていうのがないんでね、まあそこそこ無難に日本人らしくいいっていうね、まあ、そういうレベルやったんで、なかなか定着まではいかなかったですよね。だから J リーグでもそんなめちゃめちゃ無双してるとかっていう記憶一切ないんですけどね。そういやいたかなっていう、そんなレベルの選手、じゃないかな。まあでもね、もうアラーフォーなんでね、もうさすがに今 J3 でしょ。まあ引退するかカテゴリーさらに下げるか、そのどっちかかなっていう気はするんですけどね。